フィービー・ブリジャーズはアメリカ合衆国カリフォルニア州パサデナ出身のシンガーソングライター、インディ・ポップミュージシャンである。2017年にスタジオアルバムストレンジャー・イン・ザ・アルプスでデビュー。2018年にはジュリアン・ベーカー、ルーシー・ダカスとのグループボーイ・ジーニアスとして EP、ボーイ・ジーニアスを発表。2020年には2作目のアルバムパニッシャーをリリースした。 ライブでのフィービー・ブリジャーズキャリアの初期には、アインシュタインエスダーティー・シークレットで、ギターとリードボーカルを担当し、スロッピー・ジェインではベースを弾いていた。2017年6月、フィービー・ブリジャーズは、デッド・オーシャンズと契約する。9月22日、デビューアルバム、ストレンジャー・イン・ザ・アルプスをリリースし、批評家から高い評価を受ける。2018年、フィービー・ブリジャーズは、 ジュリアン・ベーカー、ルーシー・ダカスの3人でグループボーイ・ジーニアスを結成。10月26日に EP、ボーイ・ジーニアスをリリースした。2020年6月18日、2作目のアルバム、パニッシャーをリリースし、批評家から高い評価を受ける。第63回グラミー賞では、最優秀新人賞にノミネートされた。フィービー・ブリジャーズは、バイセクシャルであることを明かしている。 2014年初めにライアン・アダムスと交際していたが最終的には別れ2019年のニューヨーク・タイムズの報道で他の数人の女性と一緒にアダムスの性的不正行為を告発したスタジオアルバムありがとうございます。